はい、どうも、ユッキーです。今日はですね、ダイソーで購入しました、化粧水を、レビューしていきたいと思います。化粧水、まあ、ここにね、鮭しずくっていう、これもダイソーのやつなんですけど、まあ、化粧水ですね。まあ、俺の男なのになんで化粧水使うかって話なんですけど、今冬で、まあ、乾燥してるじゃないですか。で、俺乾燥肌なんで、まあ、化粧水をね、使って、まあ、そういうことっすね。で、ニベアクリームとか、使えばいいんじゃねっていう話になるんですけど、俺、ニベアクリームとか、ああいったクリーム系は、いろいろ試したんですが、もうなんか、ベタつくのが、もう、嫌いで、ちょっとある種潔癖みたいなもんですね。なんで、化粧水っていうのは、まあいいと。で、ダイソーのこの、購入したのが、ロイヤルゼリーと蜂蜜のハリツヤ化粧水という、化粧水です。容量が 120ml で、日本製で、108円となってまして、ロイヤルゼリーエキスとプロポリスエキスと蜂蜜かっこ保湿成分配合、無香料合成着色料フリーとなってまして、こちら下に成分が書いてあります。水と、PG とロイヤルゼリーエキスと、加水分解、ロイヤルゼリータンパクと、蜂蜜と、プロポリスエキスと、ヒアルロン酸ナトリウムと、水溶性コラーゲンと、グリセリンと、カルボマーと、水酸化系、カラメルと、BG と、エタノールと、フェノキシエタノールと、メチルパラベン。パラベンだな。パなのかバなのか全然わかんない。で、こちら製造販売が、株式会社ダイソー産業、広島県にある会社です。それではね、使っていきたいと思います。ゼリーっぽい。いや、ゼリーっぽいってか、ゼリーではないか。ちょっととろっとしてるね。もうとにかくね、手が乾燥してさ、ひどいんだわ、冬は。しかももうめっちゃこれ、絆創膏してるんだけど、俺すごい、なんていうのかな、ここら辺がさ、切れたりするんですよ。逆向けみたいな感じで。よう切れるんですよね。多分ね、このね、いろいろググったんですけど、一番なんかダイソーで、今現在一番売れてる、すごいいいよっていう、ものですね。使った感じ。まあ、乾燥肌と俺、敏感肌なんで、特に全然ベタつきとかはないです。で、一時期話題になりました、こちら、鮭しずくっていう化粧水、なんですが、こちらはですね、個人的によろしくない。よろしくないですね。何がよろしくないかっていうと、つけてね、割かしすぐ乾燥してくるんですよ。保湿効果がぶっちゃけほぼほぼない。みたいな感じ。で、その手をですね、つけた手を、まあ、舐めたりすると、ものすごい苦い。多分、これ自体がね、多分相当苦いんだ。なので、まあ、ちょっとね、舐めてみましょう。
いや、でも苦くねえな。あれ、おかしいな。これ使った後にね、指を舐めるとね、すっげえ苦いのよ。まあ、これもちょっと、もう使わないです、これ。揮発性が非常に高くて、まあ、純米酒って酒使ってるって書いてあるけど、全然保湿しないんですよね。こっちの方がなんか良さそうやな。じゃあ、こっちも実験で舐めてみましょう。いただきます。あ、あら、別にうまくはない。特にまずくもないけど、ちょっと若干甘いような気もしないでもないけど、ほとんどあれだな。わかんねえわ。ああ、でも、この酒しずくに比べると、なんか保湿してる気がする。まあ、別に酒しずくでもいいっていう人はいいんですけど、こちらね、100円でね、200cc 入ってるんですよ。で、こっちが 120cc なんで、まあこっちの方がまあ、コスパ的にはちょっと高いですね。うん、まあこれは、うん。まあ最近ハトムギか、化粧水とか、よく出てますけど、まあ俺使ったことないんで、ちょっとわかんないんですよね。まあしかも、冬、基本的に冬しか使わないじゃないですか。男なんて化粧水なんてそもそも。ね。まあ日常的に夏とかだったら全然、割かし、そんなに問題にならないんだけど、やっぱ冬だとね、どうしてもカッサカサになってね、スーパーでさ、レジ袋がさ、これ開けねえんですよ。こうやってさ、やっても開けねえで、で、そこら辺にある水のスポンジみたいなやつをペッてやってさ、やるんだけど、30なってからあれで、年取ったなぁと思ったね。うん。自分の指にね、湿度が全然ないっていう。30超えるまでずーっと普通にさ、レジのさ、袋さ、ペリってさ、できてたのに、いや、年食ったなぁと、思いました。はい。まあ、こちらは、うん、酒しずくよかいいんじゃないかな。とは思うんだけど。まあ、特にね、ねちゃねちゃしない、ニベアクリームとかみたいに全然ねちゃねちゃは全くしないんで。うん。まあ、良い感じだとは思うんですけど。まあ、少なくとも酒しずくよかは、保湿性はあると思いますね。うん。まあ、四つ星ぐらいでいいんじゃないか。いや、三つ星か四つ星ぐらいか。まあ、どうせ冬の間しか使わねえから、これ、一本あれば多分、そんな使わねえんだって。一年でこの一本で多分足りるぐらいだわ、おそらく。冬の間しか使わねえから。多分、これぐらいしか使わんわ。まあ、ということで四つ星。でかい容量のハトムギ化粧水とかさ、1リッターとかさ、あるでしょ。あんなもん買ってもさ、そんな使わねえっつ話。うん。冬しか使わねえのに、そんな1リッターもいらねえんだよね。ね。ということで、ご視聴ありがとうございました。また、これいくつか種類あるんですよ。うん。ダイソーの、化粧水。いくつか種類が、多分全部で5個、5種類ぐらいあるんじゃないかな。5、6種類ぐらいあるんですよ。まあ、それまたね、随時ちょっと、レビューはしていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイビー。